Hello everybody, Phantom Shadow here, and welcome to the final chapter of Lost Paradise. ユリア様を殺しに来たのですね。世界を救うにはこれしか方法がないのだ。3年前と同じだ。私はもう一度この手で人を殺めなければならない。母上のことですね。なぜあの時スフィアシティの秘密を話してくださらなかったのですか。全て話してくれさえすれば父上に刃を向ける必要もなかった。なのにどうして。このスフィアシティの秘密はあまりにも重い。お前にそんな重荷を背負わせたくなかったのだ。だから私は教王という仮面をかぶり、お前の成長、この町の様子を見守るしかなかった。父上。だがもうそんな悠長なことを言っていられる状況ではなくなった。私は私の使命を果たすしかない。ユリアを殺す気か。許せ、北斗の男よ。もはやそれしか道はない。さもなくは世界を滅ぼすことになる。俺は世界を滅ぼす気はない。そしてユリアを失う気もない。別の道があるはずだ。と問答している時間はない。邪魔をするなら今度は本気でやらせてもらうぞ。来るがいい。まだい。行くぞ。All right, here we go. Ha!
Put down!
勝負はついた。そんなに簡単に引き下がれるか。私は止めねばならんのだ。スフィアシティを。もうおやめください、父上。これ以上はもう。貴様、これでやっと全ての目的を果たすことができたよ。タルーが、なぜお前がここに。さあ、扉は開かれた。全軍突撃、奇跡の場を制圧しろ。待ちな、ケル。動くんじゃねえぞ。キサナがどうなってもいいのか。What the hell, dude? ジャグレ。あら、ジャグレの言うことが聞こえなかった？動いちゃダメよ。お前は、ライラ。安心してね。ちゃんと世界が滅亡しないよう、あなたの女は教軍が始末するから。ジャグレ、どうして？許してくれ、貴様。これが俺の、いや、俺たちの本当の目的だったんだ。どういうことなんだ、ジャグレ。理解が悪いね。ジャグレもライラも僕の仲間ってことさ。復讐を果たすため今日まで手を組んで名代を探してたんだよ。復讐？3年前の事件の後、名代が町から出て行ったのは目撃されていた。僕らは絶対に名代が生きていると信じて復讐を果たすため行方を追った。僕はエデンの外の情報を探るため凶王軍に。ジャグレはエデンに入ってくる者たちを見張るため衛兵隊長に。そしてライラはエデンの大衆たちを監視するためナイトクラブの支配人になったのさ。全ては父上を探すために。ケンシロウ、君とユリアという女には感謝している。君らがエデンに来てくれたことで3年間わからなかったナダイの居場所がわかったんだ。ユリアが奇跡の間に入ったことで動かなかった教皇が突如動き出した。秘密を抱える人間が動けば当然ボロは出る。教皇がジャグレに放った剣、そして君がジャギとコロセームで戦ったあの日、ナダイが僕の部下に放った剣を見て確信した。ナダイは凶王なのだと。あの時か。あんたを探すために忠誠を誓った凶王がまさかあんた本人だったなんて、たまげちゃうよね。あなたたちはなぜそこまでして父上を。そうか、見覚えがある。その銃はジャグレとやら、お前はあのラジャの子なのか。やっと分かったのかよ。なるほど、タルーガとこの女も同じ理由でここにいるのだな。そう、俺はあんたがスフィアシティの謎を隠すために殺したエデン衛兵隊の初代隊長ラジャの息子だ。そして
ライラとタルーガは親父同様、あんたの剣で廃人にされた衛兵たちの子だ。父親の敵討ちか。それでお前たちは裏で結託し、ナダイに復讐する機会を狙っていたのか。確かに私はスフィアシティの秘密を守るため、施設の中に入ろうとする者たちに剣を打ち、正気をなくさせた。てめえは精神崩壊して廃人になった衛兵たちを病にかかったことにして町から追放しやがった。そしてライラとタルーガの父親はな、なんとあの鬼月村にいたよ。化け物になり果ててな。申し訳ないと思っている。だがああするほかなかったのだ。じゃあ俺の親父はどうして殺されたんだ。立派に兵長を務めていたはずなのにどうして。それは君の父親ラジャが私の妻を人質に取り、核の力を手に入れようとしたからだ。なんだと。そしてラジャは妻を撃った。君が今手に持っているその銃で。私はラジャを殺し、妻を抱いて奇跡の間へと入った。だが妻は世を救うため自らの命を犠牲にした。あの光は砲台にセットされた核ミサイルへ充填されるエネルギーが漏れ出たものだ。まさにあの光こそ世界を滅ぼす悪魔の光。私は恐怖し、妻を救うことを諦めた。うるせえ！それが何だってんだ！私を殺したいというのならそれでいい。だがこの町とキサナは助けてやってほしい。頼む。もういい。そろそろ復讐の時間といこうか。まずはジャグレ、その娘を殺せ。何？やめろ、貴様は娘は関係ないだろ。うるさいな。あんたにも身内が殺されるって痛みを味わわせてやりたいんだよ。さあやれ、ジャグレ。ジャグレ。どうしたの？早くやんなよ。無理だ。こいつだけは許してやれないか、タルーガ。何言ってんの。3年前からの約束だったはずでしょ。分かっている。結局は聖女様に惚れちゃったわけか。まったく、しょうがないな。すまねえ、タルーガ。それじゃあ。お疲れ。Damn it。タルーガ、あんた。ついでに君も。お疲れ。貴様。おっとストップ。よく状況を理解しようね。復讐がしたいのだろう。早く私を殺せ。やるけどさ、あんたも理解してないよな。復讐は僕にとってどうでもいいってことさ。どういうことだ。僕の本当の狙いはスフィアシティだから、ライラを通じて凶王軍のアキソにケンシロウをおびき寄せ、その間にあんたを泳がせてこの扉を開けてもらったの。狙い通りに動いてくれたね。貴様。
ほんま。ややこしいやり方してごめんね。本当だったら直接あんたを拉致して扉を開けさせればよかったんだけどさ。あいにく僕の体には事情があってね。な、それは機械の体か。そう、最終戦争で体の半分以上が吹き飛んじゃったんだ。あんたの命と機影剣は機械を狂わせる力がある。僕にとって一番の天敵なんだよ。そこで僕は考えた。僕の代わりに誰が名代を倒せるかってね。それが俺だったというわけか。大正解。あとは君らを殺してスフィアシティをいただくだけだ。この野郎。やったぜ。何をしている。早く奴らを追うのだ。教えてくれ、ナダイ。あの透明なドームを閉めることはできるのか。何？時間がない。早く教えてくれ。奇跡の間に緊急防御装置がある。女が眠る場所の近くにある赤く光るボタンだ。それを押せば施設内の全ての扉が閉まり、防御機能が働いてドームが内部のどんな物理攻撃も封じ込めるだろう。ミサイルが発射されても外の世界は無事だということだな。おそらくは。だがお前たちは。分かっている。俺はユリアに会えればいい。会って話がしたい。それができれば十分だ。
炸裂剣。お前はもう死んでいる。くだん。
早く顔を見てあげたらどうだい？安心しな。まだ生きているから。ユリア。俺が核ミサイルの発射を止めるため彼女を殺すと思っただろう。逆なんだよ。俺はな、再びこの世界を核の炎で焼き尽くすつもりだ。なんだと？この奇跡の間にいれば大丈夫なんだろ。核が発射されても俺は死なずに済む。お前は全ての人間を滅ぼす気か？そうだ。聖帝も剣王もいない新しい世界で俺は神となる。神だと？この女にはその神の子を産んでもらわねばならない。だから生かしておくことにした。お前。この女が目覚め寝台から起き上がった時、再び世界を核の炎が焼き尽くす。けだものたちのいない浄化された美しい世界が始まる。それが俺の本当の目的さ。ざれ言もそこまでにしろ。そんなことはさせん。おお、できるかな、貴様ごときに。いくら強かろうが所詮は憲法。名代以外
この体にかなう者はいない。さあ、神となる私との違いを見せてやろう。北斗神拳に不可能はない。お前の好きにはさせん。僕の強さを見せてあげるよ。Gotcha, you bastard.
ありえない。なぜこの体で飛行が。お前は神にはなれない。何？神は死なん。だがお前はもう死んでいる。そりゃ俺は神に。愛してる、ユリア。私もよ。俺の頼みを聞いてほしい。何？俺と一緒に死んでくれ。
ありがとう、ケンシロウさん、ユリアさん、お父さん。さあ、はい、新たなエデンの写真表明の時間だ。みんな待ってるぜ、エデンの聖女様よ。ありがとう、北斗の男よ。夢、ようやく目が覚めたか、ユリア。ねえ、ケン、これからどこに行くか決めてるの？ああ、とりあえずはな、届け物があるんだ。And that was just the North Star, Lost Paradise.I actually really enjoyed this game, and it was my first time finishing a Yakuza game. Yeah.
1990X年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思って来たんだが。この村すんげえ廃れっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。おい、なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。はあ、何言ってんだこいつ。はあ、んなこと俺らが知るかよ。ならば用はない。てめえ、ただで帰れると思ってんのかよ。俺に関わるな、死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ死ね。お前はもう死んでいる。なんだこれは。